はい、こんばんは。じゃあ続きいきます。2020年度第2回全島公認模試の英語です。資格4倍あります。ちょっとこれは難しいやつですね。次の1から4の日本文の意味になるようにそれぞれあからかの語句を並べて空章を補い文を完成させなさいと。回答はそれぞれ A、B の空章に入るもののみを、まあ全部解説は全部やりましょう。じゃあいきます。日本の親は自分の子供たちに公共の場で、まあ、インパブリックね、公共の場で振る舞い方を教えるべきだと。これは公共の場で振る舞うって意味ですね。で、修道は、どみでも修道ですよ、出だしはね。ということは、Japanese parents should do teach their children how to behave in public。 まあ、これで終わりですね。いいですかね。もう一回言うと、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと風邪ひいて。Japanese parents should do, とか should do, teach their children how to behave in public. ウエオイカの順番で入れてください。だから、2番目と、2番目、5番目やから、A か回答ですね。で、次。入学試験に合格したいのならば、全力を尽くしなさい。まあ、全力を尽くすって、まあ、どう見ても、You must do your best ですね。で、to がね、どこで使うかなんですけども、これは高校で習った B 動詞プラス to ですね。B 動詞プラス to。何々する予定、もしくは意思ですね。ということは、If you are to からいかないと入らないですよ。If you are to pass the entrance exam ですね。エグザムコンマと。もう一回言うと、If you are to pass the entrance exam, で、あとは You must do your best. だから、アーカーエオイウ、アーカーエオイウと。記号、答えで言うと、カーイか。カーイですね。はい、3番。これは迷ったかなと思う。The best, the last, だから最もなしたくないっていうのがラストなんですね。だからここに名詞が来て、主語動詞でしょ。The last, thing か。The last thing, その後に I want to do, 私がしたい最後のことは、で、is, で、is の後普通 to があるんだけど、to はなくてもいいので、is make you unhappy か。答えは The last thing I want to do is make you unhappy と。ね、make you happy じゃないよな。make you unhappy と。にしてください。いいですかね。だから記号で言うと、あう回答はね、あう。で、次。祖母は、友達いればいるほど人生はそれだけ楽しいのよとよく言っていたと。これ、ザ・非核球、ザ・非核球ですね。ザ・非核球、ザ・非核球に持ってきてくれる。じゃあ、my grandmother often said, the more friends you have, で、コンマ、the more enjoyable your life becomes, が回答ですね。Okay, と my grandmother often said, the more friends you have, the more enjoyable your life becomes, にすればいいと。ザ・非核球、ザ・非核球ですね。じゃあ、回答は、ウイオエアカで、回答はイアですね。イアにしてください。で、次なんですけども、これも口で言いますね。雨が止みましたと。まあ、it stopped raining でいいですね。and と。まあ、一回ピリオドで切ってもいいか。ピリオド切るか、もしくはコンマで and。私は父と近くの川へ釣りに出かけましたと。じゃあ、釣りに出かけたって表現か。次に。だから、川へ行った、近くのだから、どう考えようかな。近くの川か。近くの川。だから、近くの川ってね、インザリバー、ニアザリバーっておかしいですね。ニアザリバーは川の近くだから。近くの川って、in the nearby river、nearby という英単語を使ってる。ニアとバイが一緒になって、ニアバイ。あれが近くのって単語。ね。ということは、ですね。
近くの、そうですね。だから、I went fishing in the nearby river with my father. I went fishing in the nearby river with my, with my father. ね。いいですかね。だから、near river にしないようにね。near river にしないように。それでいいかな。だから、go fishing in ね。go fishing to じゃないですよ。go fishing to だったらおかしくない。フィッシングはどこでするかって言うと、in だから、go fishing in の形にしてください。はい、で、もう一個のやつ。私は弟によく似てると思いますよ。まあ、思いませんかっていうのは、don't you think ですね。don't you think。ということは、don't you think の後に肯定文持ってこないといけないから、I look like、my brother。まあ、もしくは、I resemble my brother。で、closely っていうのを入れちゃえばいい。closely をね。closely を、まあ、文の頭、もしくは、closely look like。にすればいいか。だから、私は、don't you think? を先に書いて、I look closely like, もしくは、I closely like, look like my brother? もしくは、closely, resemble my brother? ってクエスチョンマークね。で、毎日のように間違われることでずっと悩んできたか。毎日のように、毎日のように間違われることで悩んできましたと。ということは、悩ませるっていうのは bother か。もしくは worry でもいいか。it worries me。で、現在完了でもいいかな。it has all, まあ always 入れても、always 入れなくてもいいか。it has bothered me。もしくは it was, it has worried me か。で、that と。つまり、ざっと以下のことが it かかる。it has bothered me that. で、間違われるか。間違われる。mistake でいきましょうか。take A for B もしくは mistake A for B。A を B だと間違えると。A を B だと間違える。で、この A がを前に持ってきて形の受け身にしましょうか。まあ、これ take でもいいじゃん。take A for B。A を B だと間違えるでもいいんだけども。ということは、It has bothered me that I am mistaken for him. Him っていうのは brother ね。every year. あ、every day か。every day. It has bothered me that, it has bothered me that I am mistaken. もしくは、I have been mistaken でもいいか。for him every day.これを受け身にした形ね。いいかな。それで、イットザット構文で、ザット以下がイットさすという形で持ってきてくれればいいとか、よかったと思います。いいかな、ここまで。はい、じゃあ以上です。